おはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第4号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について、2月28日に引き続き会派代表質問を行います。39番、深堀義明議員。 表し質問通告に従い市長の誠実性についてお尋ねをいたします市長及び関係理事者の責任ある明快な答弁を求めます九州横断自動車道と秘密バイパスの関連4車線化の進捗状況についてお尋ねをいたしますまずはじめに九州横断自動車道と秘密バイパスの関連4車線化の進捗状況についてお尋ねをいたします 九州横断自動車道の4車線化は長崎杉塚インターチェンジから長崎多良インターチェンジの間約8.3キロメートルが平成30年度の完成を目指して事業が進められており残された長崎インターチェンジから長崎杉塚インターチェンジの約3キロメートルを昨年6月に事業 決定をいたしておりますまた国道34号氷見バイバスは新氷見トンネルを含む1.6キロだけが暫定2車線のまま残されておりましたがこれも昨年4月に事業化が、えー、決定いたしておりますこの2つの路線の4車線化事業は用地取得もすでに完了しており 工事に着工すればすぐにでも完成できる状態であろうかと思います。よって現在の事業の進捗状況及び完成時期についてお聞かせをいただきたいと思います。次に、指導、工事の進捗状況について3点お尋ねをいたします。1点目は、え、指平浜平浜線について現在の進捗状況と中止している三原浜平線の 国有地の払いいいににわる交渉状況についてそれぞれぞお聞かせください2点目は、松山大橋線について、国道206、松山交差点から浦上天主堂下交差点までの区間の施工をしている無中、無中電中化事業を含む道路改良,改良工事の進捗状況は、現在、どのような状況にあるのかお伺いをいたします。 3点目は外目地区について黒崎境界した交差点の改良や河野原地区の市道の整備工事の実施をされておりますが現在の進捗状況をお聞かせください次に3長崎港メディカルセンター市民病院の運営と救急医療についてなお下をかみそうでありますので 市民病院という形で今後、名称をいたしますのでお許しをいただきたいと思います。というのは4月1日からしかこの正式名称は発行されない。ですね。ありがとうございます。次に、市民病院についての運営状況と救急医療についてお尋ねをいたします。過去の市民病院の経営状況につきましては、長期にわたり毎年赤字を発信しており、 成人病センターと合わせた累計赤字は平成11年度決算で90億を超える危機的な状況になっておりましたそのような中議会とも主従議論を重ね病院経営革変善計画を策定するなどなどを単年度の黒字経営に転換することができましたその後新一律病院建設について 検出場所や病院機構の検討がなされ、その結果、平成24年2月から新一律病院の建築に着手し、同年4月,に4月より、より効率的な経営を行うためという理由でにより、地方公共事業法全部適用から地方独立行政法人による業務運営に移行しました。 平成26年2月には、新病院の第 1, 第1期棟が完成、平成28年3月には第2期棟が完成し、成人病センターと統合し、7月には513床を有する病院として、全面開院をいたしましたが、独立地方独立,独立行政法人移行、経営状況につきましては、移行した平成24年度こそ、 黒字だったものの、平成25年度から赤字が続き、平成27年度末の累積赤字は約24億になっており、今年度も約3億程度の赤字が見込まれ、累積決算金は27億程度になると思われます。現在のような経営状況であれば、今後人、人口減少や医療環境の変化など見込まれる中で、 健全な運営が図られるか、再び以前のような膨大な累積欠損金が今後発生しうるんじゃないかと危惧をいたします。地方独立,法独立行政法人への移行をし、議会の関与に限られる中で、このままで赤字が膨らんでいくのではないか。地方独立行政法人の移行は、より効率的な経営を行う、との説明でありましたが、現状を見ている限り、 これが機能しているとは思われません。今後、どのように黒字化にしいくのか、見解をお答えください。また、市民病院の救急体制については近年、近年、市民病院への救急搬送患者数は増加傾向にありますが、今の状況では他の臨番病院等を市民病院が保管しているためと考えられます。救急体制の維持には、 医療スタ,ッフのスタッフの確保など課題がある中市全体の臨番性体制をどのように考えていくのか見解をお伺いをいたします次に合併地区の医療整備について合併地区の医療整備についてお尋ねをいたします長崎市の市街,に市街地においては大学病院をはじめ市民病院原爆病院など 公的病院や民間病院などの多くの医療機関が設置されております。一方で、合併地区におきましては、病院などの医療機関、資源が限られている上に、市街地の病院に行くには距離があり、移動にはかなりの時間を要する、要しますし不、便不便な状況にあります。人口減少や高齢化が進捗する中、合併地区の住民にとって、それぞれの地域にある医療機関は、 住民の生命と健康を守るため大変重要な拠点になっております。当該地の医療を守るという観点から、合併地区の医療環境の整備について、どのように考えているのか見解をお聞かせください。次に野茂地区における恐竜博物館建設と長崎県亜熱帯植物園の今後について、 の持ち区における恐竜博物館建設と長崎亜熱帯植物園の今後の国語でありますが、長崎県亜熱帯植物園は残念ながら本年3月をもって閉園されることになっております。この植物園は昭和44年6月に開設され、長崎県南部の観光拠点施設として長年にわたり県民に県民市民に親しまれてきました。 来場者数は現在でも年間3万人以上となっております。一番多い時では12万を超えていたと伺っております。また、この植物園は野茂崎地区の交流人口の拡大に貢献する観光施設としても、地元雇用の場としても、大変重要な役割を果たしてきており、野茂地区に必要不可欠な施設であります。地元の方々にとりましても、 長く愛されて親しまれてきた亜熱帯植物園がなくなることは大きな痛手でありその影響は計り知れないものがあります長崎県といたしましてはこれまでも地元に対し今後の野間崎地区の活性化に向けた長崎市の取り組みを支援すると説明してきたようですが長崎県長崎市が具体策が示されたか示されなかったことから 昨年11月地元連合自治会から野村崎地区の地域振興先についての要望書が長崎県長崎市に提出されました要望書の中には熱帯植物園の閉園後の地域活性策として野村崎地区で発掘された恐竜化石の活用をした恐竜博物館の 整備をしししてほいいという要望もありましたこのような要望を受けた形で長崎市の野毛崎地区に恐竜博物館の建設計画をし早速基本構想の策定に取り掛かろうとしていることは大変喜ばしいことでありますしかしながらこの恐竜博物館につきましては地元の議員さんが私の後に質問をされることになっておりますのでこの見解は 地元の議員さんの質問にお任せをするといたしまして、野毛崎地区の新地域振興策について、長崎県も財源も含め、長崎市を支援するという意向を聞いておりますので、今後、地域振興の計画づくりについて、ぜひ長崎県にも参画を要請していただきたいと思いますが、長崎市の 考えをお聞かせください次に、外目地区の小中学校の今後の在り方、外目地区の小中学校の今後の在り方はについてお尋ねをいたします。現在、検討されておる外目地区中学校の建設につきましては、避難,避難所、機能にをどのように確保するのかお伺いをいたします。また外名小学、外目黒崎中小学校の老朽化に伴う改築にあたり、 外見地区中学校と併用する小中学校兼用のプールを計画計画、えー、建設する計画がありますが、推進の調整や、女子中学生の更衣室の確保などを含め、プールの安全性などへの配慮についてお聞かせください。次に、長崎市子ども広場の今後についてお伺いをいたします。長崎市営業館に 開設している長崎市こども広場については、老朽化して危険であった旧松山児童センターの廃止とともに、その代替施設として、子どもたちの居場所を早急に確保する必要があることから、緊急避難的な設置とした経緯があります。平成23年8月に子ども広場を開設してからすでに、 5年以上が経過しておりますが、いまだ今後の在り方について方向正義が示されておりません。施設の賃貸量としても、多額の経費がかかっている中、緊急避難的に設置したものをいつまで続けるつもりなのか、今後の方針をお伺いをいたします。以上、本棚からの質問とし、必要があれば、自席から再質問をいたします。 おはようございます自民民主党深堀義明議員の質問にお答えしますまず一点目の市長の政治姿勢についての括弧1九州横断自動車道と秘密バイパスの完全四車線化の進捗状況についてお答えします暫定二車線で残されていました 九州横断自動車道の長崎インターチェンジから長崎すすき塚インターチェンジ間と国道34号氷見バイパスの新氷見トンネルについては平成28年度に2つ同時に新規事業化され大きく前進しました改めて市議会や地元の方々をはじめ関係者の皆様のご理解ご協力にお礼を申し上げます 現在の進捗事業状況、事業の進捗状況ですが現、九州横断自動車道の長崎すすき塚インターチェンジから長崎たらみインターチェンジまでの約8.3キロについては、平成30年度の完成を目指して、すべての工区で工事に着手され、すでに通津川橋と中尾橋が完成をしています。長崎インターチェンジから長崎すすき塚インターチェンジまでの約3キロについては、 現在測量設計が行われており平成33年度の完成を目指して鋭意事業が進められていますまた国道34号氷見バイパスの新氷見トンネルについては現在測量設計が行われていますが工事の着手時期や完成時期は示されていないことから平成29年度の工事着手に向け昨年11月と今年2月には 長崎県とともに、私と加藤副市長が上京し、国や関係国会議員に早期着工、早期完成の要望を行ってきました。この2つの路線の完全4車線化は、世界遺産や世界新三大夜景など、世界に誇れる観光資源を生かした交流人口の拡大により、長崎市まちひと仕事創生総合戦略を確実なものとするためにも必要不可欠であると考えています。 今後とも九州横断自動車道長崎大分線と国道34号ひみバイパスの完全4車線化の早期完成に向け市議会のご協力をいただきながら一般国道34号道路整備促進協議会を中心に国や関係国会議員に対して積極的に働きかけを行っていきたいと考えています。次に、点目の括弧5 野々崎地区における恐竜博物館建設と長崎県アネッタイ植物園の混合についてお答えします今年3月末をもって閉園となる長崎県アネッタイ植物園は長崎県によりますと閉園後保有植物などの異常が完了するまでのおおむね2年間植物などの保全管理を行い管理業務が終了した後は 主要要なな建物等の解体や必要な防災対策を行う予定であると聞いていてま,また亜熱帯植物園閉園後の地域振興策についても長崎市が取り組む地域振興策に対して長崎県として支援することとし地元との協議の場への参画や地域振興策への財政面も含めた支援を検討するとの意向を示されています。 このため長崎県は昨年6月以降地元の連合自治会長会議へ毎月出席しその時点での状況の説明を行っておりまた、昨年11月からは長崎県市の関係課からなる野間崎地域の振興策に係る勉強会を開催し地域振興策やそれに対する長崎県の支援の在り方などについて意見交換を行っているところです。さらに 地元自治会から恐竜博物館建設の要望が出されたことを受け今年2月7日には熊本県御船町の恐竜博物館を地元自治会長や長崎県市の合同で視察するなど情報共有に努めています今回の恐竜博物館建設については継続した資料の収集や調査研究が必要と考えており 学習資源に資するための学術的専門的な機能施設の構成を取りまとめた基本構想の策定を平成29年度に取り組むことにしています長崎市としましてはこの恐竜博物館を含む田野古地区全体の再整備について野々崎地区の交流人口の拡大などの地域活性化につなげるために長崎市の関係部局や有識者 地元住民による協議の場を設けたいと考えていますので、長崎県に対しましても、地域振興の立場からも参画してもらいたいと考えております。以上本段からのの答弁といたします土木部長ご質問の ご質問の1市長の政治姿勢についての括弧2指導工事の進捗状況のあ江びら浜びら線についてお答えいたします指導江びら浜びら線は江びら2丁目から浜びら2丁目までの延長2260メートル福井10メートルの新設道路で平成9年度に着手し 平成31年度の完成を目標に整備を進めており進捗状況といたしましては平成29年3月末で約63%の見込みとなっております工事につきましては海老名工区においてすでに共用を開始している区間から先の谷筋道路部分の暗居工事や舗装工事が完了することから 平成29年3月末には、この部分の約100メートルの共用を予定しているところでございます。浜平港区につきましては、これまで約820メートル区間の工事進捗を図っておりますが、平成29年度にはトンネル工事の着手を予定しており、必要な予算を計上させていただいております。なお、三原地区につながる市道三原浜平線につきましては、 事業を休止しているところでありますが、用地交渉が難航していた箇所につきましては、現在、国の所管用地となっていることから、長崎市へ優先的に売却していただけるように、国に対して継続的に協議要請を行っているところでございます。次にご質問のい、e、松山町、大橋町線についてお答えいたします。国道206号 松山町交差点から浦上天主堂下交差点までの市道、松山町、大橋町線において進めている無電中華事業の進捗状況につきましては電線類を地下に埋設するための管路の敷設は完了しており現在、九州電力や NTT などの電線管理者において管路への入線作業が行われております。 今後の予定といたしましては今年3月末までに電線類の地下関路への入線と各建物への接続を行い今年5月末までに上空にある電線類と地上の電柱の撤去が完了する予定となっていますまた平成28年度から無電柱化事業に合わせて景観に配慮した道路の改良や歩きやすい歩道の整備を進めており 平成29年度末ままででに完了すする予定でありますなお、浦上天主堂下の交差点部分などにつきましては、現在、改良計画の検討や、交通管理者であります、警察との協議を進めており、調整が整い次第工事に着手したいと考えています。次にご質問のう外目地区につきましてお答えいたします。 外目地区の黒崎を境界した交差点につきましてはバス停が国道202号の交差点内にあることやその付近で停車する観光バスが増加していることまた黒崎地区公民館方面や上黒崎地区方面から交差点へ接続する道路との見通しが悪いことなどから交通の安全性の向上に向けた取り組みを進めています。 これまで地元自治会の方々や県警、長崎県、長崎市で現地調査を行うとともに協議・検討を行い交差点内のバス停の移設や観光バスの乗降場所の設置など交差点改良の計画を作成し現在改良工事を行っているところでございます進捗状況としましては平成28年度に 国道202号から枯松神社方面へ向かう市道下黒崎9号線に観光バス乗降場所の設置を完了しており引き続き黒崎地区公民館方面から国道の交差点へ接続する市道下黒崎7号線の整備を行っています。この整備が完了した後にには長崎県において 国道上のバス停の移設や交差点部分の改良工事を行うようにしていますまた河野浦地区におきましては国道202号から河野浦小学校方面へ向かう指導河野浦向かい町3号線において通学路の交通安全の向上を目的に延長250メートル福井9.25メートルの拡幅工事を 平成21年度から着手しており、現在、共和箇所のの面工事を行っていますが、引き続き擁壁工事や舗装の工事を行い、平成29年9月末の完了を予定しております。今後も地元の方々のご協力をいただきながら、工事の進捗に努めてまいりたいと考えております。以上でございます市民健康部長 ご質問の1、市長の政治姿勢についての確保3、長崎港メディカルセンター市民病院の運営と救急医療についてお答えいたします。長崎市立病院機構におきましては、平成24年4月からの第1期中期計画を達成するため、長崎港メディカルセンター市民病院の救急医療、高度急性医療の充実、先進的な医療等を目指すとともに、新市立病院建設計画を進め、 予定より遅れたものの、今年1月の駐車場等完成により、新私立病院の建設工事がすべて完了するなど、医療体制の充実を図ってまいりました。しかしながら、病院機構の経営状況については、平成24年度は黒字であったものの、平成25年度から平成27年度まで赤字が生じており、4年間で約24億3900万円の累積欠損金が発生しております。 また平成28年度収支の見込みにおきましても、約3億円程度の収支不足が見込まれております。これら収支不足を解消するため、病院機構におきましては、まず収入の面において、患者数や診療単価の増を図ることとしております。特に病床稼働率については80、80%を超える稼働率を維持することにより、収支は改善していくものと考えられます。 病床数が513となった平成28年7月は69.4%でありましたが、平成29年1月末では85.3%に上昇しており、今後も80%を超える稼働率の維持に努め、収支の改善を図っていくこととしております。また支出の面におきましては、特に人件費の適正化を図るとともに、 材料費及び高熱費費び熱などの経費の経縮減に今後とととも取りり組んでいくこととしております病院機構においては、地方独立行政法人へ移行後、人事管理や業務執行において柔軟な経営ができるといった利点が十分に活用できていない面も考えられます。病院機構の経営改善については、市においても病院機構と一体となって取り組みを検討し、さらなる効率的な運営が果たせるよう努めてまいります。 また、市民病院は、高度急性期等の病院として、その役割を果たしていくために整備しております。今後、人口減少や少子高齢化が進展していく中で、医療環境の変化などを的確に把握し、その対応を検討するとともに、市民病院のありようについては、地域全体の課題として検討していきたいと考えております。次に、救急医療については、市民病院では、ER 型の救命救急センターの整備はできていないものの、 看護体制を強化するなど24時間365日の体制により救急搬送受け入れ人数は年々増加している状況でございます長崎市の救急医療体制については市民病院だけではなく長崎医療圏病院群臨盤性病院において二次救急医療体制を担っておりますので人口減少や高齢化に伴う医療環境の変化への対応を検討し 救急医療体制の維持に努めてまいりたいと考えております次に、括弧4、合併地区の医療整備についてお答えいたします長崎市における病院数、病床数、医師数等医療提供体制は中核市の中でも上位に位置しておりますしかし、これら医療資源は中央地区に集中しており合併地区をはじめとした周辺地域においては 医療資源が限られている状況もありますこのため民間の医療機関がない地域については医療を維持させる観点から高島、硫黄島、池島及び野間崎地区においては私立の診療所を運営しております。またこれ以外の医療資源が少ない地域においてその地域の住民の方が安心して生活できる医療環境の維持・確保は必要であると考えております。そのため医療資源が少ない地域において 当該地域の民間病院が担う医療機器の更新等を支援する制度を創設することとし、今回、新年度予算に計上させていただいております。今後とも合併地区を含めた市民の方が安心して医療を受けることができる環境の確保を図っていきたいと考えております。以上でごございいます教育長長質問の1市長の市について括弧6 外目地区の小学校・中学校の今後の在り方についてお答えいたします。外目地区中学校の新校舎は、旧室小学校跡地を建設予定地とし、平成29年度から新しい校舎の建設工事に着手する予定であり、平成31年度の供用開始を計画しております。新設する体育館を避難所に指定する予定であり、バリアフリーへの対応をはじめ、男女のトイレ、温水シャワー室、 更衣室や多目的トイレを設置すすするることととしししてており武道場もも利用たため畳の整備もいたします外目黒崎小学校のプール施設につきましては、築40年が経過し、老朽化が顕著であるため、外目地区、中学校との平用を考慮した改築を行いたいと考えております。推進につきましては、小中学生に対応した調整ができるよう計画しており、また、 男子用、女子用の更衣室、シャワー室、トイレをおのおの設置する予定でございます。なお、中学校が、中学生が授業で利用するにあたりましては、バスによる送迎を行うなど授業に支障がないよう対応してまいりたいと考えております。以上でございます。子ども部長ご質問の1点目 市長の誠実性についての括弧7、長崎市子ども広場の今後の在り方についてお答えします。長崎市子ども広場は、旧松山児童センターの劣化が激しく、危険な状態であることが判明したため、利用者の安全を考慮して廃止するとともに、子どもが安心して過ごす場を確保するため、緊急避難的に長崎西洋館3階の店舗スペースをお借りし、平成23年8月に開設いたしました。この子ども広場につきましては、 議員ご指摘のとおり、暫定的に設置したものであり、またその運営経費のうち、特に施設の賃借料については、開設から平成28年度までの合計が約2800万円と多額となっていることなどから、これまでにも市議会の一般質問や委員会審査において、緊急避難的に設置したものをいつまで続けるのかなど、今後の方向性についての厳しいご指摘をいただいております。子ども広場は 旧松山児童センターの代替施設として、子どもの居場所を確保するために設置しておりますが、平成27年度の利用者数は年間約2万4千人で、そのうち乳幼児とその保護者を合わせると、約1万8千人となり、約75%を占めております。市内に設置している10カ所の子育て支援センターの中で、最も利用者が多い西浦上地区にあるセンターよりも多く利用されており、 子供の居場所としての機能に加えて、保護者同士の交流、情報交換の場としての子育て支援の役割も担っております。子供広場の今後につきましては、現在、このような利用実態等も踏まえて、子供の安全な居場所や遊びの場としての機能と、保護者同士の交流の場としての子育て支援機能を確保した上で廃止する方向で検討を進めているところです。現在長崎市では 平成27年度から31年度までの5年間を計画期間とした長崎市子ども・子育て支援事業計画を策定し、計画の着実な推進に取り組んでおります。子ども広場の現在の状況を解消するためには、子育て支援センターの整備や、放課後子ども教室等による子どもの居場所の確保などが必要であり、この計画に基づき取り組んでおりますが、この計画の最終年度が平成31年度までとなっておりますので、 え三年以内には施設等の確保ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。三十九番深堀義明議員、はい、ええー、順不党になりますが、<coughs> 再質問をいたします。ええー、子ども部長今、今ああ三十一年までには、えー、子どもの居場所を確保した上で、西洋館のおお施設については廃止をすると。 いいいいうこととで、えー、確認をたたしておきたいと思いますまたあ、道路関係については加藤副知事をはじめ社会資本整備のメニュー等も衆議院のあ審議が終わりましたのでおそらく参議院の審査がある程度、えー、進む中で今月中頃には箇所付けが来日されるかと。 いうふうに思います、えー、そういうことに伴い、えー、時間を見つけて県市一体となって事業推進のために努力をしていただくよう重ねてお願いをいたしますまた指導につきましてはご案内の通おり、えー、ほぼ予算も計上されておりますので、えー、約長いところでは35年経過をしているわけでございますし、えー、特に、えー、住宅局 国交庁の住宅局の今までの長いお付き合いをいただいた予算計上の在り方が今度のトンネル工事等につながっているというふうに思っております関係者の皆さん方に心から感謝を申し上げながら事業推進について今後とも積極的な推進をお願いを申し上げたいというふうに思いますそこで次に市民病院について お伺いいいをさせてたただきたいと思います、えー、総務部長にお尋ねをいたしますが、えー、今の六方の技術職員の給料そのものは高いと思われますか、それとも当たり前だというふうに思われますか、お答えをいいたただきたい総務部長、えー。深堀議員の再質問にお答えいたします。えー 病院機構における医療技術職、看護師等の医療技術職の給与水準でございますが、ご承知のとおり、独法化の以前につきましては、長崎市と同じ制度の下で運用を行ってまいりました。その後、独法化後でございますが、長崎市におきましては、国の制度に合わせて、給与制度の総合的見直しでありますとか、毎年の人事院勧告に合わせた改定を行ってきております。一方、病院機構におきましては、24年度の独法後以降後は、 給料表、あるいはボーナス等に係る改定等は行われていないというふうにお聞きしております。従いまして、そういうことで、制度上の差異が現在生じているという状況でございます。で、モデル給料によって、医療技術職などの給料を比較しますと、あの細かい話でございますが、給料月額で申し上げますと、若年層は長崎市職員を、 下回っていると病院局の給料水準がですね、一方、中高年層では、長崎市職員を病院局の給料水準が上回っているという状況がございます、それからボーナスの改定も行っておりませんので、病院局におきましては、これにつきましては、長崎市のモデルよりも低い水準となっていますが。が特にあの 給与制度の中で、えー、退職手当。 がございます退職手当につきましては、平成25年に国に合わせて長崎市におきましては、その引き下げ、見直しを行っております。おおよそ退職時には、給料月額のおよそでございますが、10月相当分の引き下げを行っております。これについて、独立行政法人の方では、まだ実施をされていない、現在、組合と交渉中だというふうにお聞きしておりますので、この差というものは非常に大きいものではないかと。 いうふうに考えているところでございます以上でございます三十九番深堀義明議員、えー、加藤副知事と申し上げたそうでございますが役所違いをいたち副市長でございますすいませんでした、えー、重ねて、えー、市民病院の問題につきましてお尋ねをいたしますあの確かにその二ヶ月間 月,額でいうあの月別の決算で言いますと、2か月間は82%、85%という、その別途の埋まりが生じております、これはやはりその、救急医療なり、オペに関するところのお患者の収要というのが多くて、即入院という形に。 つながってきた数字であろうううといいうふうに思いますしかしながら今度は反対側ではこの技術書のドクターの時間外が60時間を超えている事務員2人についても同じようなことが行われているやはりこれは片一方の,ドクあのベッド数をか 別途のか率を上げるとすれば、職員のていあの稼働というのが必要になっていく。しかし、オペをやるドクターが六十時間も月額で超える時間割時間帯というのは、これはある意味で異常だというふうに昨日医療関係者とお話をする中で。 言われましたやはり適切,に適切に人員配置をして、前の晩遅くまでされた方は、その翌日は休んでもらうというようなローテーションが組める状況にたぶんないんだろうという形のものを考えますけれども、ここにはそういう議論をする場所がない。というのは、 議会に六方になりましてから、病院局、昔の市民病院の出席はない、安田部長が、機構から聞き届けられたものについてのみが、議会に報告がされる、また、予算審査その他についてもほぼありません、借り入れ等をする場合の承認事項として、また、 決算時の報告事項として、所管事項で報告をされるというような形で、議会の審査にかかる手法が、六方の場合にないというふうに考えます。今、総務部長から話がありましたように、憲政化委員会を平成12年に立ち上げた。 そして、90億から、本番でも申し上げましたが、90億からあった赤字の解消行業者も病院も、そして市民の皆さん方も協力をしていただきながら、最終年度4年間は、11億を超すお金を毎年、新病院に導入をしてまいりました。そして、記載が借りられるような状況になって初めて、 市民病院の構想を打ち上げて、その時に、すでに長崎市が今、記憶を正しければ、140億近くの庁舎建設資金が今年度末で貯まるだろうと思います、これは並行して貯めてきて、命が大事なのか、行政の運くものが大事なのかっていう議論を、十数年間にわたって議会はやってまいりました。 その結論としては、市民の命,との命を守ることは大事だということで、市民病院の建設に走ったわけであります。市民と議会と一体となった流れの中でやったわけでありまして、よく勉強をしてやじってほしい、黙って聞いてください、やかましか。 やはり私どもは、その責任が今あるから、今からの議論を私がしようとしている聞きなさい、少なくとも市民病院の問題については、血の滲み出るような努力の後が、本日の病院の建設なんです、これが、関西字だけが黒字で、あとは赤字を持っているそして、 先ほど申し上げたように、六方に移行した人件費の部分で、行政移植の皆さん方については一定の負担をしていただきながら、減額をして、退職金についても、昇給ストップについてもしてまいりました。丸投げにした相手の六方については、その人件費は高いまま推移をして、いまだ組合との交渉が成立していない。しかしかこれも どこが指導するかと指導するところはないんです。安田部長におかれましては、言うておりますと、しかしながら、実行が上がってまいりません、実際現場に踏み込めないんですから、それは仕方がないことなのかもしれません、しかし、現金ベースでいうお金の貯金が今、今年度末で約7億になろうかと。 いう数字が出ておりますシミュレーションとしては、平成29年と、85章を稼働率として考えるならば、シミュレーションとしては、黒字の、単年度黒字の数字が出るのかもしれません。それは水、水的な問題である。 現実に、過去の実績からいくと、年間3億ずつぐらいの振り出しをして、結局、残ったお金は7億なんです。3, 3億ずつ減らしたとしても、2年間で現金が底をつくという数字になってまいります。当然、六方の性格は議論をした上では、 承知をいたしておりますしかし、2年先、おそらく議員も市長も、今回が折り返し点でございますので、新たな決意を持った形の執行というのがいかがかと思います。ここは今7億ある間に 何らかの方法でせっかく建てた市民の命を守る館を守っていかなければならないと思いますがこの六方に丸投げした人事の賃金の体系について行政当局でどこが責任を持って的確な指導をされようと。 されるのか私はできないんじゃないかなと思いますがもしできる部署があればお答えをいただきたい市民健康部長再質問にお答えいたしますあの病院機構における健全化のための給与の適正化ということでございますそういう中で現在あの 退職手当の校長が組合の方と進められております、それを的確に進,んでいた進めていただくように、我々としても要請しております、そういう中で、新見込みの方でしっかりとその辺は見ていきたいというふうに思っておりまますす以上でございます39番、深堀義昭議員。はいあのそうなんですよ、そこまでしか言えないんですよ、六方ですから。そして、それを六方を、そしたら、あの先のやじではありませんが、誰が許可したか。 当時の説明の中で、より健全化の経営ができる司法だという提案に基づいて、審査をし審査あの、決定をしました、市長にお尋ねをいたします、任命権者はあなたです、ここで市長としての考え方を一定お示しをいただけませんか。市長 福岡議員の再質問にお答えいたします市民病院、先ほどお話がありましたように、さまざまな形経過を経ながら、現状に至っております。そういう中で、長崎港メディカルセンター、市民病院として、直営から独立行政法人へと移行する時期、それからその後建物が順次、設備が整いながら、 えー、経営の形を作っていく時期から、えー、現在、えー、設備としては一定駐車場も含めて完成をいたしまして、えー、安定した運営体制を作っていく時期へと、えー、ここ数年、えー、時間をかけて、えー、移行期を今、えーまあ、経過をしていっているというふうに考えております。そそうううういいい中中ででで非常に難しいあの経営の時期ではありますけれどもそういう中でスタッフ、えー ま、理事長以下え、委員長以下スタッフの努力によりまして、様々なあの改善を施しながらその救急体制も含めて市民への責任を果たすべく努力をしてきております。しかしながら、まだ現状として黒字に至っていないという状況ですが、改善が少しずつ進んできている状況の中で、あのこれはまさしく。あの。 市としても設置者としての責任がありますので、しっかりと健全な運営体制に持っていけるように、今、安定した運営体制に持っていくために非常に大事な時期であると思いますので、独立行政法人のさまざまな努力を当然、重ねていただきながら、市としても連携をしっかりと取りながら、市民の皆さんに安心して見ていただける、市病院の運営体制に向けて努力をしていきたいというふうに考えております以上です。 39番深堀義明議員、えー、まずそこの、市長の決意は、そのようにじあの、六方との責任体系の中で指導していくということであります。そうすれば、やはりすでに長崎市の退職金なり、またあその技術職員のお賃金等についても、特化している部分については、4年も5年もそのかからないで、 一定の結論が出るように組合とも交渉をする指導というのはするべきだろうというふうに思います。そうしなければよその病院からすれば市民病院の技術職員は高いと言われているんです。その医療スタッフの中にもおそらくそういう懸念は出てくるだろうというふうに思います。まず赤字部分の 体制をななすすのは人件費なんですそれから運営をしていって別途が稼働していくと時に出てくる利益なんです設備その他はもうすでに義務的経費として長崎市は来年度予算で約100いくらやったか 100億を超える財源を出すんですね、えー、地方医療室から出ていく地方独立法人長崎市民病院機構運営負担金、100億3700、100億37万ですか、出ていくんです。これは記載も含めてあるんですよ。 建物の借金も一緒に市が見なければいけない部分を含めて、100億、今年度も出ていくんです。そして、おそらくシミュレーションでは黒字になるというシミュレーションを出されておりますが、私は決してそのような甘いものではないだろうというふうに思います。また長長崎崎大学長崎県が中心になって未熟児の 32週以前のき重い妊婦新生児についての研修場所を約10年かかるであろうと言われておりましたそして今年度から長崎大学の中に箱物を県と大学は作るということにお伺いをいたしておりますけれども今年度からすでに4月1日より 事務的な段階として、大学の中に未熟児の準備室を作るというようなことが長崎大学から言われております、そういうような形で、ある施設をいかに効率的に運用するかというのは、他の一般の皆さん方、他の団体の皆さん方とも協力をしていただきながら努力はしております。先ほど申しし上げましたように 85、82、努力をしていただきました皆さん方には2ヶ月でありますが、心から感謝を申し上げますともに、救急医療に関してオペをし、その患者の一刻も油断ができない状態で治療、看護をしていただいております、皆さん方にも感謝はいたします、質問をするということで、いろいろ調べる中で。 怒るだけのことを怒るなよ、褒めるところはちゃんと褒めてこいよと言われましたので、実態を調べて、その貢献度については謝辞を申し上げます、ただ、やらなければならないこと、一般職の皆さん方には適用したものが、六方という隠れみの,の中で人権史の部分が触れていないということは、非常に遺憾に思います。これは おそらく3億ずつ取り崩すとする数字が将来も続いていくとするならば2年先には現金は空っぽになってしまうんですそうなると市民病院だけでは借金ができる体質ではないんです特会に長崎市がお金を積み立ててそれを貸し出すか 見売りをするのかまた市民の皆さん方の負担が生じてくるという事態が見えてくるような時間帯になっております今申し上げましたようなことを鑑みながら市長におかれましては任命権者として先ほどの <laughs> 意見は意見として前向きにを 捉えますけれども、今、理事長、病院長という2つの職が並行して行われていることに伴い、皇后型病院等の積極的な協力要請等も、橋口院長におかれましては、していただいております。目の見える努力をしておられるわけですから、この24億、27億について、どのような赤字の解消をしていこうと。 指導されるのか、大変何回も答弁をさせて申し上げませんが、あなた以外には、この六方の責任者としての立場でお答えをいただける人がいないということから、積極的に前向きな形で、市民の財産を守り、運用していく任命刑事としての責任ある答弁をお願いいたします。 以上、副官、えー、議員の再質問にお答えいたします。えー、今あのご指摘が合っておりますように市民病院の健全な経営体制があのーまあ、継続して、えー、行われていくという中で市民の皆さんからも安心して、えー、ま市、あ、民病院見ていただけるし、まあ、かかっていただけるし、信頼していただけるということであろうと思います。そういう意味では先ほど申し上げましたように、まあ、非常に難しい時期あのー、早々期といいますか移行期の。 非常に難しい時期を今、経過している状況ですけれども、今、施設としては一応整った状態になっておりますので、ここからそのいかに安定した運営体制を築いていくかというあの、そういう時期に入っていっているというふうに思います。そういう意味では、あの当然病床率あの、病床率、病床稼働率を上げていく等の努力とと,ともに、中期計画に挙げております ER 型救命救急センターであり、あるいは出産期医療であったり、そういった当初目指していた形に一刻も早く近づけるように、 今後とも、えー、独立行政法人とも連携をしながら、また指導、支援を行いながら、えー、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思いますす以上です39番、深堀義昭議員、はいあの。そこまでしかまた市長も言えないんだろうと思うんですただやはりねあの、現金がなくなったときに、その一あの一借りができる制度ならいいんですよ。六方が直接金は借りられないんですよね。 運営資金をそこのところは、市長、相談があったときに、もうそこをついてお金がないんですよと、いうときには、一財を出されるつもりなんですか、特会に積み立てをされるんですか、六方を変えない限りは、他の金融さ対策、売ってないんですよそこの、その点をお聞かせください。 企財政部長、再質問にえお答えをいたします。えー、独立地方独立行政法人のま資金調達につきましては、議員ご指摘のとおり企業債の発行はできないと長期借り入れについてはしからというふうなことの制度になっておるところでございます。まあ、そういった中で私ども平成28年から平成31年の中期目標を示し その中で、中期目標期間中にしっかりした運営を行って、この4年間の経常収支は黒字にし、第1期の中で生じた累積欠損金についても解消に努めるということで、中期目標を示しておりますので、これに従って努力をしていただくものというふうに考えております、以上でございます39番、深堀義明議員あ,の、ね、あなた方が六方を盾に取ればねその、それだけの答弁しかできない。 なっっててしまって、ね、2年後になってしまって、そこをお金がつきましたよ、運営資金も何もありませんよと、どうしましょうかという相談を市長にされたときに困られるでしょうから、今の時点で、何らかの方法を2年間なら2年間の間に検討をされ、六本の見直しをしなければいけないんであれば、六本の見直しもしますよと。 市民の財産を責任持って守りますよというね、答弁が欲しいんです。安心は安心できない。家庭の中だと同じじゃないですか。日の車になっとって平和な話がないんです。安全はないんです。少なくとも、そこに働くドク、スタッフにしてもドク、皆さん方にしても、患者としていく市民にとっても、 そこが唯一の安全な場所であるべきなんですあなた方は提案をされたときに非常にいい仕組みでの放送ですと若干の運営に対するところの過渡期はあろうと思います確かに成人病が入ってきたりいろいろな状況がありましたそれも克服してきたしかしながら現在そこを突きつつある 財源が不足をしつつ、まもなく出てくるであろう、<coughs> 時間の形成を考えるときに、この問題に絞って、議論をし提言をしなければ、市民の負託に応えて、六方を作った一人として、その責任を果たし得ないと思ったから、この質問を半分に割って私は質問してまいりました。 意のあるところをお組みいただきながら、確実な市民の財産を守り、確実な生命の保障をしていく市民民の健全育成のために、市長の誠意ある行動を期待して質問を終わります。